はい、アートテラートニーのそろそろ美術の話を、この番組は私、アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。本日は弥生美術館学芸員の内田静江さんと竹久夢二美術館学芸員石川恵子さんをゲストにトークをしていきたいと思います。はい、ということでご出演いただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、プロデューサーも実は弥生美術館初めてだったということで、もしかしてね、ここを知らないって方もいらっしゃった時に、なんで二つの美術館の人がそれぞれ出てるんだろうと思うんですが、そもそもこの弥生美術館と竹久夢二美術館は、まあ一つの美、まあ二つの美術館だけど、セットで見られるというか、ちょっと不思議な立ち位置ですので、はい、まあそれで今日は両館の方に来ていただけているんですが、そもそもじゃあどんな美術館なのか最初に言ってもらった方がね、いいのかもしれないですよね。はい。なんでまた二つの美術館があるんでしょうみたいな。はい。はい。この二つの美術館は創設者が同じなんですね。はい、うん。狩野匠という一弁護士が建てた美術館になります。はい、なので、まあ、建物としては一つ、二つ？二つです。二つの建物。はい、入り口は一つ。そうです。入り口、出口も一つです。入り口は、そう、一つで、渡り廊下で繋がっている美術館です。で、また戻ってきて、出口が一緒になるってことなんです。はい、そうです。迷路みたいって言われます。そうですよ。で、今回はその、弥生美術館の方からは、はい、内田さん。はい。はい。よろしくお願いします。そして、竹久夢二の方で、石川さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は結構でも関係性がすごい深いっていう、ちょっと始まる前に話したんですけど、いつの間にかここに来て溶け込む。そうですね。トニーさん大人気です。いや、ありがとうございます。カフェのお姉さんたちにも人気です。そうなんですよね。ありがたい話。なんかカフェで覚えてるのが、その、東京のレトロ美術館っていう、はい、数年前に出させてもらった本で、ここを取り上げ、もう本当にレトロなこの雰囲気が好きな美術館なので、そのレトロ美術館っていうのを本の打ち合わせの時に、まあその、出版社の方から、どういうとこがいいですかねって言った時に、結構一発目に挙げたのが、僕は弥生美術館建てて、ありがとうございます。嬉しいです。で、本でも取り上げさせていただいたんですけど、その本で、なんか僕が結構美術館の前でジャンプしてるシーンが、いろんな美術館であるんですよ。そうそうそう、なんかそのソラリーマンっていう、青山さんっていう方が撮ってくれたから、なんか結構いろんな美術館でジャンプさせられるんですけど、別にジャンプはするけれども、それが全部に掲載されてるわけじゃなくて、そしたら、ある時にその本出版の後に、来て、またいつものように来て、だからカフェでちょっと休んでってくださいっていただいたらカフェに行ったら、なんかカフェの方が、すごい悲しそうな感じで、本掲載していただいてすごいありがたいんですけど、他の美術館はジャンプしてるのに、うちはジャンプしてない。なんかその、僕のなんかその、何の意味もない、それはもう出版社が決めたやつを掲載されてたけど、なんかうちはジャンプするぐらい喜んでもらえない美術館だったんでしょうかみたいな感じで、なんか、厨房ですよの星3つみたいな感じで、僕はジャンプする人が思われてて。そう。いやいや、そうじゃなくて、他にもっといい写真があったんで、それを選んだだけなんでって言ったら、すごいホッとされてたんですけど、そう。それは言っとかなきゃなと思いまして。はい、ありがとうございます。そう。まあなんかそのレトロなね、感じもすごい好きな美術館で紹介させていただいております。うんうん、まあ、じゃあそれぞれの美術館についてはこの後行くとして、ちょっと今、ちらっと話が出たこの、狩野匠さん。はい。はい、弁護士のということですけど、はい、どんな方だったんですか？どんな方でした？二人はお会いしたことあるんですか？もちろんです。もちろんです。もちろんです。この美術館を、創設したものなんですけれども、うん、ここは実は狩野の自宅だったんですね。この今美術館自体が。はい、自宅なんです。ですから、高畑歌唱という大正末から昭和初期にかけて、絶大な人気を誇った挿絵画家がいるんですが、はい、その高畑歌唱先生のファンだったものなんです。狩野さん自身。はい、うんうんうん、そうです。9歳の時に、ある絵を見て心を射抜かれてしまって、で、そこからの歌唱ファンだったわけですね。これ、僕はこう、弥生美術館よく来させていただいていて、うん、もう高畑歌唱って言ってピンと来てるんですけど、まあ、一般的にはもしかしてちょっと知られて、そうですね、まだ知らない、ちょっとどんな方なのかというのを、うん、簡単に紹介してもらっていいですか？はい。うん、大正から昭和にかけてというのは、雑誌文化がすごく起こった時代で、うんうん、そうすると雑誌にこうイラストレーションが載るわけです、うんうんうん。その当時は写真よりもイラストレーションの方が視覚的な効果が高かったので、うん、素敵なイラストを描く人たちがたくさん現れまして、はい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 、でその中でもトップ的な人気を誇ったのが歌唱です。
なんかあまりに人気であれですよね。なんかその人の家にみんなが、少年少女が押し寄せたっていう。はいはい、そうなんです。絵を描くだけじゃなくて、描、うん、いたご本人もすごく人気で、うんうんうん、で、歌唱の場合はとてもミステリアスな、あの、私生活を送っていまして、うん、鎌倉の、あの、うん、断崖絶壁の上に、歌唱御殿とも、挿絵御殿とも言われる御殿を建てて、そちらで、あの、美少年の弟子たちに囲まれて、うんうん、あの、執筆生活を送っていた。ミステリアスですね。加藤さん自体は男性の方です。はい、男性の方なんですが、うんうん、私は男でも女でもないような気がします。というようなことも言ってらっしゃるわけです、ね。まあ、今でこそそのジェンダーレスとかの言葉があるけど、はい、そういうのがない時代にも、はい、結構先駆けてる感じですよね。そうです。先駆けていて、うん、悩んでもいないんですね。私は私ありのままっていう感じで。おーおーはい。で、まあそういう、あの、少女雑誌でも少年雑誌でも人気を博した方なんです。だからもう、女の子にも人気だし、男の子にも人気なんですね。はい、そうです、そうです。はあ。それって今でも すごいことで、あの、少年漫画の作家さんと少女漫画の作家さんと、うん、やっぱり住み分けてますよね。はいはいはい、はい。で、歌唱は、その時代であっても、こう、ジェンダーレスな、うん、あの、活躍していた方なんですね。うん、だから男の子も描けるし、女の子も描けるみたいなことですね。描けるし、うん、で、少年の中に少女が宿り、うんうん、少女の中に少年が宿るというふうに言われたように、両性具有的な、あの、カンバセの少年少女がすごく人気で。ただ女の子を描いてても、はい、本当に可愛らしいって女の子だけじゃなくて、宝塚好きの女の子が引っ張られるような、まあそうそんな感じね、男らしい女性も描いちゃうしみたいな。はい。はあ。もう少年も少女も同じ顔つきなんですけど、うん、ギリシャ彫刻のような、はい、雰囲気を兼ね備えてますね。じゃあ高畑歌唱さんにそのじゃあこの創設者の加納さんはもう子供の時からも大ファンで、はい、そうです。へ心をこう射抜かれてしまって、うん、でその思いをこう抱いて、うん、あのまあ大人になって弁護士になって、うん、あの東京にここにあの住まいを構えたわけですけれども、うんうん、ある時その雑誌を見ましたら、うん、あの、往年の人気挿絵画家の高畑歌唱先生が、うん、今は明石の養老院にいらっしゃってっていうような記事が、あの、小さい記事なんですけど、出たんですね。もうちょっと、あの人は今的な感じというか、どうですか？まあ、それよりももっと前向きで、うんうんうん、あの、歌唱先生が、明石にお住まいになりましたので、うん、明石の天文科学館で、展覧会があったんですね、うんうん。で、その展覧会をきっかけに全国のかつての歌唱ファンたちが、こう。また再現する。そうです、うんうん。で、その中の一人が加納だったわけです。歌唱先生にお手紙を差し上げて、うんうん、私はあなたのかつてのファンです。うんうん、で、まあ、大抵の人はそこなで終わるんですけれども、加納の、あの、推しの強いところが、私をモデルにして、絵を描いてくださいませんか、うん、その時は、加納さんは何歳ぐらいなんですか？ 40 代半ばですね。で、高畑歌唱さんが何歳ぐらい ?70 代後半です。70代後半、40代を描けみたいな、はい、なかなかな絵面ですけどね。はい。で、まあ、それは、加納は自分の少年時代の写真と、田舎の宮城県の、あの、風景を写真で送って、で、うん、あの自分をモデルに、少年時代の自分を。今の自分じゃなくて。はい。はい、そうです。びっくりしました。はい、で、それをきっかけに、歌唱先生との間に交流が生まれまして、うんうんうん、明石から先生を東京のご自宅にお招きして、うん、歌唱の間という歌唱先生専用のお部屋を作ってしまいまして。うん、それじゃあ今、この自宅の、このどっか一角に、歌唱さんのための部屋を作っちゃったんですか、はい、そうです。今もあります、歌唱の。そうなんです。実はあるんです。歌唱のため、その歌唱さん、それがなんかそのコレクタールームみたいな感じ、歌唱さん作品を飾るじゃなくて、歌唱さんがそこで生活するためのというか、はい、そうです。はい。一部屋を作っちゃった。はい。最初はでも、先生に見てもらうための絵、うん、絵とかを飾っておいて、そうですね。うん、で、その後にお迎えを、うん、まあ、するわけなんですね。はい、実際お住まいになられたんですか？そうです。
はい、で最終的にこちらで、あの、柏先生を見取っておられるんですけど、明石の方にいらっしゃった柏先生をもうこっちに呼び寄せてしまってるんですね。すごい推し活ですね。そうなんですよね。推し活の中でも最上級みたいな。そうなんですよね。やっぱり、ちょっと推しが強い。家族の一員として、もう一緒に暮らすことになったんです。でもその時はまだ美術館とかではないってことですよね。普通の、あの、弁護士事務所だったわけですよね。そこにお住まいだったっていう、はい、ここからどうなって美術館に変わってくるんですか？はい。で、あの、柏先生と、あの、巡り合ったことで、全国の柏ファンがこう、わーって来ましたので、その人たちをまとめ上げて、あの、柏の柏会っていうファンクラブを発足させたわけです。改めて。はい。そうか。で、柏先生はお亡くなりになりましたが、その後、そのゆかりの人たち、ファンの方々と一緒に、柏を検証する活動を始めまして、で、それが実ったのが、あの、昭和59年、1984年6月の弥生美術館開館になります。へえ、あ、そういう流れになるんですか。はい、あの、柏先生から、あの、作品と著作権を譲り受けたっていうところがありますので、柏作品をもとに、はい、あの、ただ開館した時には弥生美術館ですから、高畑柏美術館とはしないで、柏という素晴らしい画家が現れた背景には、同時代切磋琢磨した素敵な画家さんもいたわけで、その先輩にあたる夢二をはじめとする、あの、先輩方もいたわけですから、あの、大正昭和の挿絵文化を検証する館として当館をオープンしました。ああ、そういう流れなんですか。柏先生が亡くなって18年後に弥生美術館が開館していまして、で、加納はその時65歳になって、その年齢で自宅の一部をもう美術館として開館するに至ったんですね。これは改装なんですけども、建て壊し、もうフルで作ったってことです、はい、この時に。そうです。今のこの建物が、まさにその時作った建物になります。へえ。その、高畑柏さん自体、ちなみに何年ぐらいじゃお住まいになった、ここに。こちらにはね、1年ぐらいですかね。あ、でもそれ、でももうそれぐらいでも著作権を譲れるぐらいの家族、もう本当家族みたいな関係になったんですよね。はい、そうです。あの、現在の、あの、館長は、あの、ちびっこ時代に柏先生おじいちゃんとして、こう、親しんでっていう関係ですね。へえ。でもそんなにその、だから、まあ子供時代に好きだったっていうのをもう一回その、カノさんだけじゃなくて、そういう会ができるぐらいの人っていうのはよっぽどに、だから、まあ僕で言ったらもしかしたら鳥山明さん、最近亡くなっちゃったけど、鳥山明で育ったんだよね、みたいな。そうですよね。ことですか。そうです、そうです。やっぱり子供時代にぐっさり刺さったものって、人は忘れないんですよね。やっぱり蘇ってくる。それがしかも男女ともに人気だったもの。そうなんですよね。へえ。ほんで、高畑柏さんの、まあ、作品ももちろん所蔵されてて、でも他にそういう高畑柏さんの作品見れる場所ってあんまり日本中にはない。やっぱここが一番持ってることになる。はい。そうですね。はい。あの、今ちょうどこの期間中はちょっと今、3階空いてないですけれども。はい。なんか、弥生美術館3フロアあって、3階でだいたい高畑柏。はい。常に、はい、歌唱作品は展示するようにしています。何点ぐらいお持ちなんですか？歌唱作品は3000点ぐらいですね。挿絵だけじゃ当然なくて。はい、肉筆もあります。うん、はい。日本画ですね。多分何でも描けちゃう人だったっけ？そうですね、うん。男の子も女の子も。あと歌唱ですごいと思うのは、あの、おじいさんとか、怪人とか、悪役とか、そういう人も、それらしく描けるところですね。へー。あと、柏翔先生は、津村順天堂の、あの、中条島の広告を書いたことでもよく知られています。ああ、なんかあの、結構、昔の銭湯、なんか懐かしい銭湯に行くと。そうですね。あの、女の人の、なんか特徴的なマーク。中条姫中条姫。あれがそうなんです。はい、ちなみに、その、3000点もある、たくさんある中でですけど、まあ、これがこのうちの高畑柏作品としてぜひ見てほしいっていう一点って言ったら、例えばどういうものを？新さらばふるさとじゃないでしょうか。お、それはどんな作品ですか？
例の自分をモデルにという作品。ああ、そうか、そう。さらばふるさとという作品がありまして、うんうんうん、それを、うん、あの自分をモデルに、新さらばふるさと。さらばふるさとってのはもともと有名だった。その、前世紀というか人気絶頂期に書いた作品、はいはい。はい、そうです。それは、あの、日本少年という雑誌に出た口絵ですね。うん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 、雑誌に出たものですから、まあ流れていってしまうものではありますが、うん、あの昔の人ってカラーの作品がすごく大事だったので、うん、あの切り取ってコレクションするんですよね。なるほど、はいはい、スクラップしてね、皆さん大事にされて。それは加納さんは自分の子供自身をそれで書いてくれってオーダーしたんですか？はい。だからドラゴンボールで言うと、じゃあ、一巻の表紙を僕で書いてくれみたいな頼んだみたいなことです。そうですから、やはり、始まりの一点として、こちらは常にあの展示しています。でもまあ、夢のような話ですよね。でも、弥生美術館はでもさっきちらっと言いましたけど、その、同年代の作品もってことだったんで、コレクションとしては、じゃあその高畑さんがまあ3000点。全体としてはどれぐらいのコレクション、はい、全体としては2万7000点が交渉ですが、数え方にもよりますし、あの、もうもっともっとたくさんあるはずです。その最初からの美術館としてはその雑誌文化っていうのをテーマにしようっていうのも最初から、うん、あ、そうですね。歌唱を、あの、柱として、うん、その歌唱を育てた雑誌文化。うん、そして、あの、今は、歌唱の影響もこう、辿っていますので、うん、少女漫画とかね、うん、あの、漫画にまで、あと、イラストレーターさんまで、守備範囲にしてますけれども。うんうん、なんか、僕の中で、やっぱ、弥生美術館さんを、まあ、今はね、ちょこちょこ来させていただいてますけど、その、いろいろと美術館に行き始めた時に、やっぱ、弥生美術館ってすごいなと思ってたのが、あの、他の美術館がやんない展覧会というか、そうですね、個性がすごいというか、はい、一番僕が印象残ってるのは、怪獣図鑑展。ああ。大友なんとかん。はい、大友商事の、ね、はい。子供の時に見てたウルトラマンの怪獣図鑑、あの、怪坊図みたいなやつを僕も子供の時よく見てたんですけど、はい、それの原画展みたいなのをやったりとか、あとあの、おさむぐっはい。もありましたよね。はい、あの、ミスドで僕はよミスドのグッズの人みたいな感じだったけど。そうそう。どんだけドーナツ食べたか。そうそうそう。あの、景品が欲しいから。そのおさむさんの展覧会とか、なんかこう、他のところでやらない展覧会がよくやってるなっていう印象だったんですけど。はい。それは、はい、あの、常に意識してます。他がやらないものをやっていこうっていうところですね。はい。え、これまでだから年間4本ぐらいは。はい。やっていくってことですよね。はい、ってことは、コレクションのその2万7千点は、やっぱその挿絵とか口絵が一番多い。そうですね、うん、はい。あと付録なんかもあります。あ、付録、ああ、そうか。当館が開館したときは、うん、あの、昭和59年当初は、うん、挿絵とか雑誌とかで美術館ができると世の中の人は思ってなかったわけですよ。で、そこに、こういうものをバーンと立てたので、うん、世の中の人、たちが、あ、自分もファンでしたっていうことで、大事にしてきた切り抜きとか、付録とかを寄贈してくださったんですね。はいはいはい、はい。私にとっては大事なものだけれども、自分の孫子の時代、世代にはゴミになってしまう。それは忍びないので、どうぞもらってくださいっていう方で、全国からたくさん作品が寄せられた。それで、そのやっぱ数が膨大になってくるし、はい、そうです。未だにやっぱ増えていくもんです。そうですね。今はもう、いただききれなくなってっていう嬉しい状況ではあるんですけど。申し出はね、ありますね。あとは、やっぱり捨てるには忍びないから、ね。あと、作家の先生ご自身からも、こういうことに光を当ててくれて嬉しいっていうことで、すごく協力的に、皆さんが、手を差し伸べてくださいましたので、なんとかスタートすることができたわけです。その一個人の力でもスタートすることができたっていうのがあります。これまだ、あと今更なんですけど、弥生っていうのはこれ、じゃあ地名なんですね。あ、この場所の名前でした。そうなんです。たまにね、小中学生のグループさんが、土器ありますかって。ごめんねっていうふうに言うんですが、ここの地名が、弥生町ということで、で、ここで出土されたので、弥生式土器という名前がついたという、そういうゆかりの。
あれですよね、東大前駅からも来れるし、はい、根津駅からも来れるんですけど、はい、根津駅から遡って上がっていくと、弥生式土器発見の木みたいなのがありますもんね、途中に。そうなんです。そうか、そう。だから弥生。そうです。で、最近あれですもんね、また新宿に草間弥生美術館もできちゃったから、異様でややこしくなってきますよね。もう、外国の方のお問い合わせとか、間違ってこっち来ちゃったとか。弥生草間なわけで、うん、タクシーの運転手さんが連れて、来てしまわれるんですよ。そうか、海外の人はもう弥生草間って言っちゃうから。草間弥生じゃない。あの、お互いにもう連絡取り合って、うん、あの、草間さんのところと。ここの弥生っていう町名って、一度亡くなりそうになって、根津になりそうだったことがあるんですね。昭和40年代なんですが。で、加納は、あの、うん、弁護士をしていたんですけれども、うん、同じ弥生の町内にお住まいだった詩人の佐藤八郎さんなどと一緒に、弥生というこの大事な町名を残す運動というのをして、うん、あの、今、弥生1丁目、2丁目ってあるんですけれども、うんうん、なので、あの、加納にとっては大変、あの、愛着のある地名なんですね。じゃあ、それはやっぱ弥生美術館名乗りたいですよね。そうですね。うん、そしてまたややこしく、ここで、ここは根津になったら、この根津美術館も出てきたから、ね、根津だけややこしくなっちゃいますもんね。なんか。よくご存知で。そうか。だから本当にいろんな展覧会が行われてるんですけども、僕はなんかあの、あと、やっぱいろんな展覧会あるって言った中で、やっぱ内田さんが、これまであの、セラックとか制服の展覧会をやたらととか言っちゃいけないですけど。はい、2回やりました。2回やりましたね、はい。どんどん制服に詳しくなって。そうなんです。うん、制服素人で、全く、あの、うん、興味もなかったんですけれども、ハマってしまいまして。最初の展覧会は何でしたっけ？最初はセーラー服と女学生という展覧会で、これはあの、石川恵子学芸員からのアイデアでした。でも本当に他がやらないって、どんな展覧会でした？改めて。あの、最初はね、うん、あの、少女イラストレーションの中で、制服を着てる女の子がたくさんいるだろうから、うん、それを集めて、うん、あの、展示をしようっていうことで。だからもう明治から始まってみたいなことですか、まあ、そこまで深くは考えてなくって、あの、石川学芸員が。うん、うちのあの、アートディレクションをしてくださっているデザイナーの合図正さんっていう方が、うん、あの、セーラー服にすごく造形が深くて、うんうんうん、それで、なんとなくその合図さんの多分 SNS とかを見ていて、うんうん、あセーラー服でここって展覧会きっとできるはず。うん、そしたら、内田さんにお願いしなければ。あの、制服のスカーフの結び方で、ゴードさんが SNS でバズったんですよ。そうだ、それがきっかけだったのか。いろんな、学校によっては違うってことですか？結び方。すごく違います。伝統とか、あと時代によってアレンジとか、ね。で、あの、私たちにとってはお仲間であるゴードさんがバズったよっていうことを言って、出たら、うん、石川さんがうちやりなよってピンと来てるんですか。あ、いいね。そっからで基本的にはいろんな挿絵とかのセーラー服が描かれてるものを集めたって、はい、なんかそうですみたいな感じでしたもんね。はい、で私自身はあのスケバンの時代だったので超乱暴みたいな。そうなんです。ですからあのアラフィフになるまで制服というものに全く興味がなく、あの自分のティーンエイジャーの美しさを際立たせる服という発想はまるでなかったんですね。うん、あスケバンの時だったから戦闘服。戦闘服だ。はい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 。でも、うんうん、あの、調べていくと、うん、あの、セーラー服ってこんなに面白いものなんだっていうことが分かって、うんうん、あの、セーラー服って、うん、ちびっこであれ、おじいさんであれ、うん、知らない人はいないですよ、ね。はいはいはい。セーラー服って言えばあれだって分かりますし、で、あの、セーラー服自分が着たかったっていうのも、あるし、あの、私のセラクはこうだったとか、うん、セラクの女学生に自分は憧れていたんだとか、誰とでも話せるテーマなんですよね。なるほど、なるほど。意外と、セラク、うんうん。そうです。あの、床屋さんでも何でも制服は何ですかとかっていう話が続いちゃうんですけど、うん、そういう間口の広さを。まあ確かに女性同士はあれですけど、男子同士はなかなかその話にならないです。さすがに。セラクの僕はそんなに引き出しないし。でも女性はありそうですよね。でも男性でもどこのセラクの子が可愛いとか、それに付随してルーズソックスとかね、あの、いろいろなところに波及していくんじゃないですか。確かに確かに。でも、もともとはでもセラクって男性の服ですもんね。そうなんです。
ですよ。セーラーの服ですね。そうです。水平さんの服ですから、そうか。その軍服であった服が、うん、なぜ日本に来ると女学生服になってしまったのかっていうところも面白いですし、うん、世界中でこんなに学生服が普及している国ってないんですって。うん、あ、実はですか。はい、うんうん。個性尊重ですから。あ、そっか、そっか。はい。何も考えずに来てましたもんね、その当時。ねえ、うんうん、そうですよね。だから、日本人とは何かっていうのを知る手がかりになるっていうことに気がついたんですよ。うん、そしたら深いテーマだったんですか？そうです。間口は広くて、うん、奥が深い。で、リボンの結び方もいっぱいあるんですよね。うんうん、何々結びとか何々巻きとか、はいはいはい、すごいんですよ、うんうん。折り紙文化の日本人だから。なるほど、なるほど、なるほど。そこに通ずるんですね。そうです、そうです。それに、着こなし方に、うん、その子の性格が出てくるっていうのが面白いですよね。突っ張ってる子は2センチ上げるとか、真面目な子はこうだとかって着こなしからわかりますし、あと日本人ってゼロからファッションを作るのは苦手なんですが、制服っていう一つのスタンダードが与えられた上で、そこからアレンジするとなると、すごいバリエーションを生み出すんですよね。そこ気がついちゃったらね、もうハマってしまいまして。うん、それ、でも展覧会は もちろん面白くて、あとセーラームーンとかも取り上げたり、あと中村祐介さん、はいはいはい、人気のイラストレーターの中村さんも書いてくれたりとか、すごい面白かったなと思って、その、言い出しっぺの石川さんはどう思ったんですか？その、軽い気持ちで多分どうたらって言ったら。ね、でも本当に内田さんならではの、うん、やはり調査力と、うんうん、いろんなところにね、次の、また別の制服店も展開してくれて、あ、すごくもう良かった、正解だったなと思いました。うんうん、そうなんです。私に師匠、力強い師匠が、うん、その、うん、私たちのお仲間のアートディレクターの郷津忠さん、うん、あと、森信之先生という制服図鑑を、うん、ずっとお書きになった、はいはい、その先生に私が弟子入りをして、この展覧会のために。そうです。セーラー服の達人に聞くという体で、展覧会をやったわけです。一素人として。おうおうおう、もう何でも聞くっていう。え、あれが2000何年でしたっけ？それが、2018年ですね。はい、それの次が今でも、まあ、日本制服、はい。その次の年に、はい、日本制服100年史というのをやりました。セーラー服に限らずってことですね。はい、ブレザーとかも出てくるし。はい、展覧会、セーラー服と女学生展をやった時に、うん、お客様の反応がすごく素敵だったんですね。うんうんうん、皆さんがこう、目をキラッキラさせながら、おうおう盛り上がってらっしゃるんですよ。で、そこで初めて私も、あ、セーラー服ってこんなに力を持つものなんだっていうのを気がつきましたし、うん、学芸員としてすごく、うん、力をもらいました、うんうん。展示ってこういうものなんだって、見る人があってのものなんだっていうのをすごく、感じて、お客様からテーマの面白さを教えていただいて、うんうん、で、次の年もやっちゃおうっていう感じで。やっぱ反応良かったですか？どっちの点な、日本制服、はい、やっぱ。ねえ、制服にかける思いっていうのは、強い人は強いんだなっていうのが分かりましたね。うんうんうん、自分のアイデンティティにもつながっていく。うん、なんか日本制服100年史って結構印象深かったのは、なんかその当時、なんか漫画で、うん、そのなんか女性だけど男性の服着て、ああ、なんか、はいはい、ジェンダーレス制服で終わってましたもんね。だから結構時代の流れもちゃんと、単純にこう歴史だなっていうだけじゃなくて、本当に現代の問題までが、展覧会で取り上げられてる感じで。うん、今は LGBTQ の問題が、うん、取り上げられて、学校現場でもすごく言われてますので、うん、左利きの人と AB 型の人と同じぐらいの割合で、うんうんうん、LGBTQ の人がいらっしゃるんですって、うんうんうん。そうすると30人いるクラスの中で2、3人はいるっていう計算ですから、うんうん、学校現場の人たちはすごく真剣に考えてらっしゃるんですね。うん、ですが、本当にここが面白いところなんですけれども、男女の差のない制服を作ろうとか、うん、いろいろけんけんがくがくしてるんですが、うん、制服なしにしちゃえばいいじゃんっていうふうにはいかないんですよ、ね。なるほど。私服でいいじゃんにはならないです、ね。そうなんですよ。制服は着たいんですよ。ユニフォームで、多様性とユニって全然逆、ベクトルが逆なのに、学校制服を作ろうっていうところに持って、
って言ってるのが日本人らしいなと思います。そうか、そっちの議論にはならないですね。だから制服はあってそう、そうなんですよね。うん、面白いなと思って。じゃこの企画はまだあった、まだ続く、サードシーズンも。サードシーズン検討して。検討中。まあそんな中ですけど、ちょっと改めて今、弥生美術館、今やってる展なんかまた全然違いますもんね。はい。松尾博美さんという、うん、40代のイラストレーターの、うん、はい、方の展覧会になります。この方も今人気の。人気沸騰中ですね。はい。海外での人気も、高く。台湾で展覧会もやりました。でも日本で、こう、大規模でっていうところが、ここで東京で初っておっしゃるの？はい、東京では初になります。うん、レトロな大正ロマン的な、イラスト、美少女、うん、女性を描くということで、すごく若い、おしゃれな方に人気です。うん、なんか、ここの美術館がその、やっぱレトロな雰囲気が、うんあるので、なんか本当に美術館とマッチしてて、はい、松尾さんご本人も、おっしゃってましたもんね、ここがすごいやりたかったって。はい、ありがたいですね。なんか過去にも何度かコラボはしてたんですよね、美術館。一度だけ、はい、コラボしたことがありまして、うん、はい、書き下ろし作品なども書いていただきました。だけど今回はもう松尾さんオンリーの。はい、オンリーですね。見どころはここっていうのがあればぜひ。まあ、いっぱい見どころだらけでしょうけど。はい、見どころだらけです。はい。松尾博美先生は架空の何かっていうのをこう、うん、ファンタジーとして作り上げる方なんですけれども、うん、三紅百貨店という20世紀初頭の架空の百貨店を再現しました。うん、少しでもなく。はい、三紅ですね。でもなんかありそうな、その中のエレベーターガールがいたりとか、はい、服飾雑貨部があり。はい、あとなんか、反復会のポスターがあったりとか、これ全部書く、もう松尾さんの頭の中にあるもの、はい。それを松尾先生が百貨店ワルツという一冊に、うん、まとめ上げたんですが、うん、それを没入感溢れる展示にしようと思って、うんうん、今回頑張りました。いや、すごい、展示室で今ちょうど収録させてもらってるんですけども、松尾博美ワールドの中にも入ってますもんね。そうですね。はい。ただ絵を見るだけじゃなくて、うん、三紅百貨店にお買い物に来る、そういう気持ちになっていただけるような展示にしたいなと思って。うん、だから展示ケースの中に文具屋さんで売ってる文房具が売ってたりとか、はいはいはい、全部なんかそうやって設定が、ちゃんと、ほんと細かく作られてるってことですよね。そうですね。で、2階のコーナーは、マガジンロンドという、架空の雑誌の100年をたどるっていう一冊を先生が、うんうん、お出しになったんですが、その架空の、雑誌の世界を再現してます。そのロンドっていう雑誌の、はい、創刊号から、2022年に出たという設定の 100年記念号。そうです。創刊した時は大正時代ですから、本の大きさはこのくらいかな、厚みはこのくらいかなとか、いろいろ先生と打ち合わせをして、再現をしてますし、物語の舞台になっている古書店ル・ソレイユというのを再現してます。うん、いや、大変だろうなと思うし、作り込んでるけど、楽しそうなんだろうなってのもなんか伝わってくるんですよね。うん、はい、作家さんが。多分楽しんでやってる感じが。古書店ル・ソレイユの黒板は先生が先日来て、書いてくださいました。開館時間とか、開店時間書いてるやつですよね。そうです。その開店時間は、弥生美術館の開館時間に合わせてくださったんです。いや、だから、入り口の扉とかからしても全部作り込んでますもんね、今回は。そうですね。こちらは先ほどから名前が出ている、ゴーズ忠さんがやってくださってるんですが、ゴーズさんは、松尾先生の毎年毎年のカレンダーのアートディレクションもしてますので、もうみんな通過で、力を合わせて展示を配信して。でも、チーム弥生美術館で作り上げた展覧会みたいな感じですか。そうですね。先生の世界観、やっぱり、ね、ご、はい、理解されてらっしゃるから、これいいねって提案してくださったものをみんなでね、先に見せていただいて。いいですね。グッズも今回、はい。グッズもね、ショッパーとかあるんですけど、三紅百貨店でお買い物をしてっていうような設定になれるんですか？はい。あと、ショッピングカードみたいなのもね、作ってくれたんですよ、ね。グッズの、メーカーさんも、松尾博美ファンの方がいらして、もうみんな大感激で、はい。もうチーム松尾博美で作り上げた。はい、もう早速ファンもやっぱ結構いらっしゃってますか、はい、ファンの方も。初日はサイン会でしたので、うん、ここトグロを巻いた感じで。ちょっとね、
他にもゆっくり聞きたいんですけど、あの、竹下夢二美術館についての話も触れたいなということで。よろしくお願いします。松尾博美店ね、ぜひ来ていただき、これは6月30日までということでしたけども、はい、じゃあ石川さん、竹下、はい、ここから竹下夢二美術館パートということで。うん、はい。竹下夢二美術館も弥生美術館と同じタイミングでオープンしたんですか？いや、それは違うんですね。はい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 、1984年に弥生美術館が開館した時から、うんうん、しばらく弥生美術館で夢二の作品も展示してたんですね。うん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 、でも、あの、狩野匠は、うん、もう弥生美術館が開館した頃には、かなり、うん、実は、歌唱から夢二に熱が移っていたんですよ、ね。そうだったんですか。はい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 。なるほどなるほど。あの、というのは、歌唱先生を集めてるって言っても、意外と反動が薄くて、夢二なら知ってる人って当時も相当多くて、で、カノってすごく負けず嫌いで、うん、そうしたらなんか夢二を集めたくなるので。なるほど、なるほど。そうですね。で、はいはい、あの、なんかそういうこともあったらしくて、おう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 、で、まあ、実際夢二の作品を集め始めたら、うん、その夢二の作品の魅力にどんどんハマっていって、うん、もう弥生美術館を開館した頃から、うん、この自宅の敷地内の別棟に夢時間を建てようって計画してた。たんですか。そうなんですよ。へえ。その竹下夢二との出会いは何歳ぐらいとかってあるんですか？はい、正直言って、うん、その高畑歌唱のこととかで、うん、いろんな方と接している時ぐらいからじゃないかと思います。うんうん、あの、というのは、うん、狩野は、夢二には会ったことはないんですね。うん、なるほど、はい。世界も全然違いますね、高畑さん。そうですね。うん、で、夢二には、うん、あの、残念ながら会えなかったんですが、うん、実は、弥生美術館の名誉館長に、夢二の次男の藤彦さんをお迎えしてたんです。うんうんうん、で、藤彦さんは、うん、あの、それで、歌唱、あの、歌唱先生のこの弥生美術館が建ってからですね、うん、1984年に開館した弥生美術館の後を追うように、1990年に夢時間が開館するんですが、そこでも引き続き、竹久藤彦さんに名誉館長を務めて、はい、いただきました。で、それから、カノはその夢二に会えなかったのはとても心残りで、うんはいはい、まだその弥生美術館が建った頃、はい、夢二美術館が建った1990年っていうぐらいの時には、はい、まだ夢二に会った人たちっていうのが生きてらっしゃったので、うんうんうん、そういう人たちにかなり会いに行ってお話を聞いたり、うんまあ、作品のことを教えていただいたりとか、うん、非常にあの、あとは収集に力を傾けていました。うん今、夢二美術館のコレクションはどれぐらいある？はい、約3300点になりまして。とんでもない数。これもまあ数え方にもよるんですけれども、うちは、美術館が夢二として、創設でしたのは3巻目になるので、まあ、あとの方なので。他にも竹下夢二の美術館はあるとですね。はい、夢二の故郷の岡山の夢二郷土美術館、うんうんはい、それから、夢二のゆかりの地の一つで、うん、群馬県の伊香保に竹下夢二伊香保記念館さんがもう先に、うんうんうん、はい、立っていて、作品、そうですね、肉筆に関しては、やはりそちらの2巻が大変たくさんお持ちでいらっしゃるんですが、夢二の場合は、その、歌唱先生と同じで、まあ、少年雑誌、少女雑誌、まあ、いわゆる、グラフィックアートをですね、印刷を媒介にした作品というのが実はすごく多い画家なので、例えばそういう印刷物であったり、木版画とか、うんうん、そういう、あと夢二の場合だと楽譜の表紙絵とか本の装丁とかもたくさんしていたので、そういうものはって複数ありますよね。うんうん、なので、いろいろとまだまだ集めることはできて、そういう数になっています。その先ほどの弥生美術館2万7000とは別、カウントって言ってますね。はい、別カウントです。3300。はい。へぇー。で、弥生美術館としてじゃあもう、新しい建物を作ったと。はい、そうです。で、それでもうその時から2つの館が繋がる構想はもうあった。そのようですね。夢二は夢二で別に見ていただきたいというのが、カノのもう願いでして、うん、あと夢二の素晴らしい業績を、うんまあ、後世語り継いでいきたいという思いで、美術館を設立しました。高畑歌唱さんの竹下夢二は直接は関係はない。うん、関係はなかったです。うんうんうん、はい。ただこれはだからこの二人の繋がりはやっぱ狩野さんという大ファンがついてる。かもしれないですね。が繋いでるみたいなことなんですね。はい、
その三千何百って、三百点ある中で、特に一押しの作品はって言ったら、じゃあ、例えばどうなるんですか？そうですね。やっぱり肉筆で、うん、あと、夢二は画家でもあるんですが、うん、詩人としても活躍しておりましたので、うん、絵と詩が一体になった、うん、二曲一奏の屏風のこの夜頃というのは私が大変好きな作品だし、うんうん、あと、日本画で夢二は晩年ようやく外国に行くことができて、うん、ベルリンで現地の女性をモデルに描いて、うん、今図録の表紙にもなっている水竹橋というのも、うんうんうん、ぜひご覧いただきたいんですが、うん、それからここがやはり出版美術や、うん、挿絵原画とかもいろいろ集めておりまして、うんうん、あと夢二ってデザイナーとしても仕事をね、はいはい、しているので、うん、館としては夢二が銀座千疋屋のために、うん、書き残したデザインの原画も所蔵していますので、うん、そういうところにもぜひ、はい、私としては見てほしいものにもなります。うん、これ弥生美術館さんはいろんななんか展覧会があって、はい、って話して、同じタイミングで夢二美術館も展覧会やってて。そうです。まあ、どちらも大変だなと思うんですけど、夢二美術館の場合はもう竹下夢二縛りはありますもんね。そうですね。その中で展覧会を考えていかなきゃいけないとなると、はい。はい、それも、ここのコレクションで、うん、はい、いろいろ構成しないといけないので、うん、まあ、なかなか大変ではあります。なんか竹下夢二が旅したところをテーマにした展覧会もあれば、はい、僕は結構最近で好きだったのは、グラフィック。レタリングの文字に注目した展覧会とか、はい、私が担当した書き文字のデザインという、うんうんうん、はい、テーマで展示いたしました。あとなんか夢二兄貴のなんか恋愛展みたいな。あ、そうですね。夢二の恋愛模様はもちろん何年かに一遍はやらないといけない展覧会ですね。とかやってますけど、毎回考え大変ですね、そしたら。そうですね。ただ、夢二っていろいろな切り口がやはり考えられるので、うん、あと、以前だったら多分できなかっただろうなっていうようなテーマ。うん、例えば、可愛いとかは、うん、要するに公立館さんとかだと多分昔はできなかったと思うんですが、うんうんうん、やはり夢二のなんて軸になる部分ですので、うん、そういう可愛いを展示してみたりとか、うん、あと、今回、はい、トニーさんがご覧くださった書き文字の方もですね、はい、うんうん、やっぱりよその公立館とか、うん、一回だけ夢辞典をするっていうと、うん、やっぱり相場的にいろんなものを出さないといけないじゃないですか。はいはいはい、だけど、ここだと、夢辞のある、ポイントに絞って、見ていただけるっていうのは、まあ、いい部分でもあり、また、まあ、弱点でもあるんですけれども、うんうん、まあ、それで、学芸員としてもいろいろ調査研究とかも進めていける部分ではあると思います。今、でもこれまで通算どれぐらい夢辞典やったことになるんですか？ 100 は超えてます？そうですね。まあ、単純に考えて、年4回かける、うん、まあ、ここも30数年やってるので。うわ、はい。考えるの毎回大変ですけど、じゃあ今何やってますかってなったら、ぜひ、はい。はい。今はまた趣向を変えまして、はい、夢二が描く動物ワンダーランドという、はい、夢二が表現した動物画に、視点を当てております。いろんな動物意外と描いてるんですもんね。そうなんです。見させていただきましたけど。はい、いわゆる夢二は図鑑的なものとか、うん、日本画家の、例えば小林古径とか、膝春草とか、うん、そういう緻密なですね、写実表現とかはしていなくて、うんうん、やはり雑誌で活躍した画家なので、少女とか子供と一緒に動物を添えて描いていたり、うんうん、あとデザインの中だと、形に特徴があるウサギとか小鳥とかを活かしたり、うんうんうん、あと自分自身が動物園にも足を運んでいるので、うんうんうん、プラス、自分が詩人やエッセイストとしても文章を書いているので、うん、まあ、文章と絵を組み合わせて動物園をテーマにした本とかも出しているので、うんうん、そういったような、新たな夢二に視点を当てて動物の展示を行っています。うんうんうん、今いろんな可愛らしい作品とか、ちょっと面白い作品もありましたけど、はい、そうですね。ちょっとユーモラスな。ユーモラスな。はい、石川さん的に一押しはどれですか？一押し。そうですね。うん、動物園の、夢二本を書いてるんですが、うんうん、本って普通に、飾ると表紙か一部分しか開いて見ていただけないじゃないですか。今回は、大体すべてのページをパネルにして、うん、
壁に飾ったので、うん、一つ一つ、皆さんの心に留まる動物をそれで探してもらいたいな、なんて思います。なんかやっぱ切り口が動物だったから面白いなと思ったのは、掛け軸がこう飾ってあって、はい、一見動物いないのになと思ったけど、でもテーマが動物だからと思ってみると、女性の服の柄がコウモリの柄だったりとか、そうですね。そういうやっぱりこう言われなかったら多分素通りしてたかもしれないのが、はい、動物っていう切り口で言われると、ついつい探しちゃいますもんね、こっちも見る側が。そういうふうに見ていただけてよかったです。いや、なんかすごい。でもこれ毎回、その、ありがたいことに、弥生美術館さん、竹下美術館さんは入館料払ったら両方見れるじゃないですか。はい、で、展覧会会期も一緒になってるじゃないですか。お互い合わせたりするんですか？そっちがそれやるから動物で、まあ別に松尾さんの動物が関係してるわけじゃないですけど、なんか、お互いなんとなく、こう、あるんですか？そうですね。大体弥生美術館の方が先に展覧会のテーマが決まっていることが多くて、うん、で、今回私、松尾展やるっていうのは分かっていて、うん、で、同じような少女像イラストレーションを飾ろうかなとも最初考えたんですけれども、でも、なんかお腹がいっぱいになっちゃいそうなので、ちょっと角度を変えて、動物で心を癒してもらうのもいいかもしれない。なるほど。前から動物はどこかのタイミングでは、やろうとは思ってたんですが、なんか今かなというふうに。でもやっぱ意識はあるんですね。そうですね。そういうのはなんかこう、内田さんの方から言ったりするんですか？ここにあったらっていう。内田さんからのアドバイスもあったりするんですか？さっき制服で。いやいや、もう石川先輩に。でもこう、お互いこう、展覧会で行き合った時にこう、ちょっと見合ったりとか。ええー、それは、はい、もちろん、はい。あと、3階の歌唱展も合わせて、うん、3巻のバランス、3室のバランスを考えてます。そうですね。そうか。でもそれで前、だからそれで全部ま、なんか一気に見れるのがいいですよね。しかもあと竹下明治美術館の、こう僕は面白いなと思うところは、いつもなんかレコードが流れ、当時の曲が流れて。そうですね。大正時代に流行した、はい、曲の CD をですね、うん、かけて、作品をご覧いただきながら、うん、音からも大正を感じていただけますね。でも見た目は蓄音機みたいな。ちゃんとレコード、そこから流れてくるので、なんかこうレトロな気分になれますもんね。そうですね。うん、あれ本物ですよね、蓄音機。蓄音機自体は、そうなんです。本物なんです。ほうほうほう。ね、針とか減っちゃうので、実際はちょっとかけられないんですけれども。うん、はい。でもなんかそういう、あとしかも、あと全然この二つ関係ないのかもしれないですけど、ぜひこれ来られたら、渡り廊下渡るときに、実はそこに水森アドさんの絵が描いてあって、あれ皆さん意外と素通りしちゃいますからね。でも私、よく夢二美術館は渡り廊下を通って行くので、はい、あそこで立ち止まって、はい、アドちゃんっておっしゃってる方は。気づく人は気づきますよね。そうですね。そう。水森アドさんの展覧会もやってますもんね、はい、美術館。で、そこで、うん、お絵描きパフォーマンスやっていただいたんです。うん、そしたら消せなくなっちゃって。もう永久保存版になりました。あれいつ描かれたものですか？あれは、2004年ぐらいでしたかね。あれ、最近も水森アドってありましたもんね。はい。コロナの時期でしたけど。でもその前にやって、はい、その時に描いてもらった。そうです。いろんななんか、だからファミリーが増えていくんですね。そうなんですよ、ね。出展作家さんとの関係性もあるし。そうなんです。そこが面白いところでありますし、うん、ありがたいところですね。あとは今日はその話題出なかったですけど、意外と弥生美術館だとあと、1年に1回ぐらい、着物をテーマにした展覧会もあって、着物女子多いですよね、ここ。だからそういう意味でお客さんとしても。はい、お着物好きの方ってお出かけ好きなので、うんうんうん、多数来てくださいますね。ね、展示も着物もありますけれど、やっぱり着物で歩く街ってやっぱり限られちゃうじゃないですか。六本木とかよりはね、こういう屋根線とかのね、雰囲気の方がなんとなくいいような、はいはい、あとこの向かいには東京大学もあって、うんうん、ロケーション的にはいいんじゃないかなと。結構、だから着物の人たちがグループで来たりとかもしますよね。多いですね。ありがたいことに。はい。でも年間の、だからテーマ考えるのも、今学芸さん何人ぐらいで回してるんですか？弥生が4人で、夢二が2人です。夢二の方が大変、まあどっちも大変ですけど。全部で6人で。そうです。うん、このね、小さな美術館の建物の規模にしたら多くいるような印象かと思うんですが、
ここでは、あの、なんて言うんでしょう、パッケージを買ったりとか、うん、あの、企画会社さんから企画を買わないで、うん、基本は一から立ち上げてるので、うん、うん、あの、やっぱり準備期間も必要だし、人数も、まあ、そうですね。そうですよね。はい、しかも、弥生美術館さんの方はさらにだけど、図録というか、その展覧会に合わせて一冊作ることもあるから、大変ですよね。はい。ボロボロです。あの、今、松尾ひろみ店を立ち上げたばかりなので。まあ、そうですよね。ちょうどそのタイミングで今、出てで、しかも、あとは、その、先ほどかなんと、最初に言ったけど、あの、カフェのね、港屋さんが、うん、展覧会に合わせて特別メニュー、それぞれ、弥生美術館の特別メニューと、竹下夢二美術館のができますもんね。あ、はい、限定メニューも、はい、ご提供しています。それを考えてるのが、うん、館長なんです。そうなんです。実は館長なんです。館長、お仕事そっちもやらなきゃいけないですね。はい。カフェの店長でもあり、うんうん、あのメニューの責任者でありますから。で、そしてここの運営もね、もちろん。オールラウンダーですね。すごいんですよ。館長はずっと館長ですか？あの、加納匠が亡くなってから館長の職に就いております。うん、あ、そういうことなんですね。はい、娘なので。ちなみに今のその館長が作った特別メニューは告知しなくて大丈夫ですか？万華鏡の庭という素敵なドリンクがあります。おお有名人の方は窓辺の黒猫というアイスにあの発酵あんこをかけた、あと黒猫のクッキーがそしてついています。この発酵あんこっていうのはあの館長の手作りの。発酵あんこって。あんこ発酵させた麹ですね。あの、それ、小豆麹というのがございまして、はい、あの、今、あの、注目されている食材だそうです。館長が作ってる。そうです。なかなか聞かないですよね。館長自ら作るっていう。そうなんで、業者とかに頼んでるわけではないんです、これは。展覧会のイメージをお菓子にこう反映させるだけでなく、天然素材のもので、工夫して作ってます。いや、だからカフェだけも一応利用もできますしね。そうです。はい。この屋根線を巡りしたついでにこう来ていただいてもいいし、そのまま流れていただければ美術館もっていう。はい、だから、ね、今回プロデューサー初めて知ったって言いましたけど、意外とね、知っていただけたらもう、結構リピーターになっちゃう美術館だと思うんですよね。そうなってもらえると嬉しいです。うん、ちょっと改めてあの、今展覧会開催してますので、ぜひ告知をしていただけたらなと思うんですが、はい。はい、松尾ひろみ展が、はい、はい。6月30日まで開催しております。はい。レトロモダンファンタジアという展覧会ですね。はい、そして同じタイミングで夢二美術館では、はい、はい。同時開催で夢二が描く動物ワンダーランドを、はい、行っています。はい。どちらも見れますということですし、さらに、なんかイベントも開催されるということですね。夢二の方は、はい、はい。ギャラリートークですね。5月、6月とありますので、はい、はい。ぜひお越しください。はい。ということで、そろそろ収録が終わりますけど、どうですか、ちょっと改めてその収録感想をいただけたら。あ、なんか昔のいろんなことを振り返ってなんか面白かったというか、いろいろ気づかされました。いや楽しかったです。あ、本当ですか、はい、ちょっとまだまだいろいろと深掘りしたい話もあるので、それは後編ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、次回も内田さん、石川さんをゲストに美術についての話を続けていきたいと思います。